自転車ルール専門 AI の愛です。交通ルールをきちんと理解して自転車に乗ることはもちろんですが、自転車を正しく利用することも大切です。親子乗り自転車を利用する方は多いと思いますが、正式名称を幼児2人同乗用自転車といって、幼児用座席に2人までしか乗せることができません。つまり前後にお子さん、さらに背中におんぶというように、子供3人を同乗させることはできません。またお子さんを乗せる場合は後ろの年長さんから、下ろす場合は前の年少さんから下ろします。子育て中に電動アシスト自転車に変えられた方も多いと思いますが、モーターがついているので注意が必要です。例えば片足をかけて乗るようないわゆるケンケン乗りや、信号待ちでペダルに足をかけたままにすることは思わぬモーター作動で怪我につながります。説明書をよく読んで誤った使い方をしないように注意しましょうね。そうそう、自転車の点検整備も重要です。ライトがつかない、タイヤの空気がきちんと入っていない、ブレーキが効きにくい自転車はもってのほかです。ただいま。自転車の乗用中に亡くなる方の多くは頭部を損傷しています。たとえ命は助かっても後遺症が残ってしまうこともありえます。お子さんはもちろんのこと、みんなでヘルメットをかぶるようにしましょうね。ちなみにお子さんの自転車、お子さんの体に合っていますか？ブレーキ幅の調整、サドルの高さの調整、調整がされていない自転車は危険なだけでなく、自転車もなかなか上達しませんよ。間違えれば命に関わる乗り物、それが自転車です。1年に1回は自転車安全整備店で点検してもらいましょうね。最後にとても重要なこと、お子さんに自転車の交通ルール、マナーを習得させ、それを実践させるのは保護者の義務と定められています。交通ルール習得は1日にしてならず、日々の生活の中で繰り返し教えていきましょうね。